ステージは先に押した方じゃなかったっけな。はい、では次行きましょう。続いては雲対流星ですね。ワンピが流星カルス、ツービーが雲のアラグネ。まずジャンビーカブセにボランティがヒットして、体力リードは流星だが、取って JD は姉さんでフォローしていく。ここでクーナギヒット、大キャンミスる。さあその後の JB カブセが当たって 2C6D、 ダークインゲージはまだ溜まっていないが、体力リーダークモソ、そしてこれダークインスタート、捕まってしまってめくり JC が吹いてるで、カウントすがその後の虫が続かない。一瞬待って崩れてしまって、ダークインゲージは残り少ないが、これは十分足りたのかな。インバース、トリトリ、車輪がつながらずギリギリ残っているが、さあどうする。めくりジャンリシはしっかり空中ガードしている、距離を離して最後はニディじゃなくてジャンディにステップ引っかかって、はいはい、 B 筐体勝ったのはスーペーさんね。おい、まあこっから1台でも大丈夫かな。さてでは動画戻りましょう。じゃあ B カブセゲランが当たるが、ここでヒットしてしまってラークイン防止でバースト1個目使っていく。ジャンビージャンビー、今のはアレグリッドに対して後ろに一緒に下がっていってドーナツがついたって感じでしたか。ジャニシャ当たる、これはどうだ。ラクインゲージをだいぶ無駄遣いさせることに成功して、虫がヒットするがラクインゲージはもう終了している。ジャンディーで 50% 回収に切り替えるが、追尾が出ている、これ次はヒット、キラルルを巻いて、クモはあとはこもりながら楽に待ち、ここでドーナツがヒット、しかも捕まっちゃって、カウンターで切り返して、ボランテを使って、長いコンボをして、楽にゲージを削りに行きたいところ、これは、これは、耐えられるか、耐えきった。アラクネ戦でデンジャー状態ガープレイコってのは相当終わってるんですが、しかしさあどうする、この状況流星必死に追いかけるが、カウンタータ、今回からカウンタータとか調比は時間が止まるとはいえさすがに時間がないが、勝利したな雲。はい、準決勝第1試合 1P が坂本龍馬、 2P が雲。本日そこそこ好調なプロゲーマー、対するは雲のアラグネ。暴れ潰しのゲラマイット、先制ダメージは坂本龍馬。画面端固めにいく、固めて固めて立ち絵暴れで切り返すが、ツーランヒット、この指導が今回一番楽に行きやすいそうですね。一発楽に勝利はしっかりガードするが、その後ラピカンジャンしてくれてしまう。楽に維持のためにバーストを使ってダイブはしっかりガードしている。ジャンシーダイブガードして楽にを耐え切ったと思いきや DM 最後食らってですよね。再楽院から、まあ補正的にはちょっときついので当然補正切りいきますね。そしてめくりがヒットして最後はフィンバース。1回目の楽院は結構頑張ったんですけどね、一本選手は雲の荒くね。2本目ジャンディーガードしてパーレスぶっ込んでいくわ、タチがカウンター、大キャンディーから車輪、タッシータイク絡まってしまうが
ハーレスでゼロベクトル潰しに行って、これは結構美味しい指導。 3C から奥攻めは着地がヒットする。もう一回このラウンドは龍馬が相当優勢ですね。カーネジジメ様子見からの空投げは相手は何もしない。そして 2C が対空として当たってしまって、ジャンディーまだ楽園にはならず、楽園さえついてしまえば何が起きるか分かんない。このキャラキンバー漏れてしまったが、これはまあなんだかんだで美味しい展開でしたね。バースト 1-1 ファイナルラウンドへ。ジャンビーが立ち見の裏に当たった後に空投げ。今回空投げの後にはよっぽどいろいろ噛み合わないと一発楽園はもういけないそうですね。まあ、無理やりキンバー使えばなんとかみたいな話が出てるような感じだそうで、 JDJD ディバイダー受け身買いの空投げ失敗したところにトリガー当たる。車輪が空振ってしまったが最後当たって、タッチに対してしっかり勝利。こういうのは重要ですね。ニエニエニエ崩れてしまって、ハーレス当たっている。ラピキャン口出しもかわらしてタッチアブが取って、 F マルジーさあ楽にスタート。虫が当たってしまうわ。これは 6C 2段目の後にバーストを使う。虫を飛ばしてめくり、最後はめくりジャンチ。これは見えないか。勝利したな雲。いや今日頑張った。いや新作になってもなんか結局こう上の方のメンツが変わり映えしないっすね。というわけで、まあ、いつもの試合ですけどいきましょう。決勝戦 1P がハニライチ、 2P が雲の楽ね。まずはテイクラッシュ5番紫投げ。空投げを抜ける確率が高いプレイヤーっていうのは大体近づいた瞬間に仕込んでますからね。しっかり空対空でも5番紫投げってやったりすると通ったりしますと。ジャンシーカウンター壁を飛ばしガンダッシュに、おそらく爆出読みでしょう。 8C 通常ヒット、ジャンビーカウンターして、ここはツバメが空振っているわ。リオキエを買って6秒からさすがにガードは硬い。紫投げここは抜けているが、いつゲランが通る。ここもミスか。前火空振って 2C 恐ろしい差し込み見えたが、クラッシュ2択ガードしてゲランもガード、 2C ラピキャンにフォローして体力差は結構でかい。ここで捕まえたいが最後は 2C をガードされる。リーチをかけたのは羽のライチ。相変わらずこの組み合わせ、アラクネ側が大変面倒くさそうだが、キリに今度は緑投げ。そうあえてコパン空投げとかで紫をつけると普通の空投げが通るんですね。まあこのゲーム地上投げもそうだけど、投げ抜けが上手い人と当たったらまあぜひね、ああいう投げ方を覚えてくれると。このゲーム投げ10割離れ抜ける人ってそうそういないと思うんで、ピラヌルを土作する前田がタッチに対して飛びがいった。雲が1個目のバーストを使うがなかなかターンを握れない。テッサーラフキャンバックステーキをヒルが膝がいった。あらくね側ちょっと辛いぞ。ピラヌル対空失敗。そして画面端固める固める、気合いの途中まで切り返して、さあ楽にスタート。前転勝って車輪締めして補正を切って、この奥攻めしのげるか。ゲラワが押せるカウンターサルト、距離を取って楽にをしのぐことに成功。そしてこれは空中らし確定して紫投げできてる。西ヒレシャガシャガするが届かない。ここでガークラー F マル G、 そしてシャーリンが1投ガークラしましたね今ね多分ね。これで 1-1 ファイナルラウンドバースト1。ジャンシーが壁バウンドとはいえ、さすがに今回の火力だと前作ほどの大惨事にはならないとは思うんですが、4200、まあそんなもんですね。普通のキャンの空対空カウンターとしてはまあ普通って感じです。
どうもライチやっぱり今までのイメージがあれすぎるから、ね、落としてこのラウンドは羽が一方的、ジャンビこれは美味しい青ビート F マルジー逆にスタート、これで分からなくなってきたか、西飛んでる、さばいてるさばいてる虫をさばいてるぞ、キンバーガロー投げをバックステーカースが楽に終了、ここは羽が頑張った、もう一度楽につけなきゃいけないが、何が起こせるか、膝がヒット、つわめまで入れて右がヒット、亀足さすがにキンバー警戒している、これは辛いぞ、リシーに台車が待っている、確定してバーストは使えず、というわけで本日の優勝は羽根大師です。The will of fate is turning. Rebel 1. Action. シェルト対アルワン対アトラスアルワン。いやいい勝ち方だった。はい、では、新兄弟が来ましたね。羽根対アンズっていういつも通りの試合だからぶっちゃけ新兄弟でいいような気もするけど、今日はアンズの誕生日、しょうが、じゃあアンズ羽根新兄弟でお願いします。おめでとうございます、おめでとうございます。はい、羽根がのじ合いやってる、運のいい野郎め。じゃあ石田対勇士、石田バンク対ユーシバルゲンハイン新兄弟です、お願いします。では動画で見ていきましょう。ワンピが元ローキューブラムラ、ナオさん愛してるラムラ、ヨシキのラムラ、ゼピがフモのアラクネ、アラクネ対ラムラ、さすがにやはりアラクネがきついカードとは思われますが、ラークインゲージは結構黙っている、ここでチビが出る、タッチパン、チャクチャクパン、これラクインスタートからのめくりダイブ、いきなり崩しに行く、ギームシの登りが当たらずコンボにはいけないが、ラックインゲージはまだまだあるぞ、よしきさばけるか、さばけるはずがない、めくりジャンシー当たってバーストプラスペガシーだったが、そこはワープからのコンボミス、苦しかったがゲージがないので追加できず、タイプは若干雲がリードしてるか、しかしこの動きはキャバリーめくりガードよくガードした、この状況難しいところ、カウンターされたここはまあしょうがないで、はしょうがないが F インバース、立ちに大キャンディーからラクインスタート、最後に絡み切り打つが、そこはさすがに通らず、一方選手は雲の上で、開幕 2D4 でいう石が極めます、ダミ橋、確かに立ち回りはラムラよりかもしれないが、アラクネのジャンビー隠したいわ、ラムラは相当にしんどいところ、迫りくるアラクネをしっかりさばかないと大変なことになってしまうが、ここはしっかり手を取っている、とりあえずこれでタイルは逆転か、下をくぐるがか、ジャンビーで戻ってきてラクインがついた、これはしんどいぞ、ビームシット登りは当たらないが、さすがに最近仕事が忙しすぎるか、コンボ精度がちょっと落ちている雲だが、何かにカウンターしたな、そして車輪に対してもう一回だったか、おそらく今ない F マルジーが出なかったでしょう、しかし足に足 D が当たり西が当たって大キャンディー、大キャンディーから車輪フルコンクリがギリギリ来ているが、最後はバックステップにしゃがみ D、 勝利したのは雲のあるね、やっとお越しくださいましたよ、マジで。ふも。くらい。The will of fate is turning. Rebel One. Action. あんまりわかんない。すごいすごいなんか連携が激しいらしい。仕事が忙しいらしい。どっ
カルヒラが足を固めて攻め込んで、空対空とか通りに行ってシャルヒラを出しても拾えず、ここでタッチリー勝手にタッチリーここで FMRG 楽園について受け身取る、受け身取っていくスタイル、受け身取らなくてよくね、受け身取らないと4分の3ぐらいは、4分の3じゃない、4分の1ぐらいは消費するし、ここでバースト我慢できなかったが、まあ確かにあそこでも長期されたら死んじゃう、うん、さあお互い体力はちょっとでちゃんと拾ってチャンネル通してつながっていない、そこにキンバー差し込んだ、いやー青バーのつもりだったんですけどみたいな、キンバーになっちゃいました、テヘペロテヘペロテヘペロ、テヘペロだったら全部食べる、はい、いいね、ジャンプいいね、かぶせて前を立つくらい、ここからほぼつながらず火を吐いて吐いて吐いて、シャーリン置く、しっかり突っ込んでラストイン状態になるが、航空カウンター受け身を取らないでビームシー、シームシーを連続で食らってしまう、ここでいつものコンボを決めて荒木君が、まあ、また入っていく、まあ、50パー食べられるのが嫌だったのか、それとも調子を食らうのが嫌だったのか、そこでここで50パー分かれてまた楽園して死ぬ死ぬ受け身を取るスタイル、アルファでも頑張ってやりたいな、さあライチ対悪くね、 The will of fate is turning Rebel 1 Action。あれはこの脱出しジャンビーで交代を取っていく、ジャンビーがかぶさってきて、かぶさったのも6人、ここなんでブランからついたんですか、続けばもうラッピングゲージから9割ほどハマっている、さあ 2D が当たってしまい、ラッピングスタート、そこね急激 D 台 A ダイブ、シャカシャカでガイバーリアムさんもらっていく、残りがアクラ1個でしょ、オルケでもこれを切り返していった、隙間が合いましたね、これもよく隙間にねじ込んだ、気づきは楽に終わって、さあここから大地のターンが始まっていく、いいしっかりガード、これはうまく暴れていった、 6D で40パー回収、もう一回 6D 裏当たった、裏に当たる、かわいいな今の、さあピリアがまといたい、そのポンドリング、ドクリーとかで出してもう一回防御させて切り吐いて、さあもう一回次切り出せばおそらく追尾タイプが出るだろうが、攻められている、ここは 4D 届かなかったためにもう一回 4D でこれは当たる、だがおそらく発生放送の 2D があった、ラグインスタート、さあここでじゃん AMC 引っかかって、これは五輪中か、インバース2回で死にます、1回で死にましたね、まず1本取っていった、ふうもあらくね、さあ第2ラウンド、もう1回決めたから一気に攻めが立てる、さあ 2D が出ていたんで、やばいですよ、ここは4段が詰め、そこで下段が通って 2C から 6D5 乗って8発でチェン、第3弾から1本落としてと思いきや、今の発定ラップはおそらくジャンプビームでしょう、そしてジャンプに当たってしまい、まず30パー返されてしまう、あっちにジャンプビーを倒せていきたい、不毛荒くない、そして 6A これはどう思っていたんで何も起こらず、サンシーがカウンターしたためにダウンター継続、どうせ 5C が当たらない、荒木根さんのこのストライハッピー、そして棒がカウンターしたためにコンボになって上から一気に、そして 6A 時間見えませんでした、ラピットしてからこれは死にますね、 6C さあお互い棒を振りこもった状態で3ラウンド目突入、タイムで 2C ペダダンス、これバルバンクした、さらに 6D、 これはまずいと、バーストは先に入っていく、不毛楽にさらにそして一気に勝利を詰めていく、さあここでジャンディ当たってしまい、回収率はこれで90%、約 90%4C 当たらず、これがバーストされて、さすがにラッキーはまずいと思って、
でももうあの2ゲームガードできませんね、おそらく。そして当たってしまい、2個目のバーストを吐いて、ここから1回目 DK 等を食らわず、そしてガードもせずに殺し切らないと第1ラウンドはやばい。そしてこれなんとか実行できそうだ。キャンディーからまずはラッピーとして止まらない。そしてソルトに切り出して画面を背負って背負ってしまったが、これなんとか切り返していく。さすがに大車に捕まえて、そうこれはしっかり立っていたが、これ割れてチェーン出してコピーもうまくいっていけ、じゃあいいじゃない落として、ここからと一気に攻め、同じですよ。キャンディーからダウン取ってシーフ、じっと思ったエピカがもう一回下段で割れてしまい、アンディでもう一回割れてます。そしてこれでも殺しきれないライスさんの火力、立ち前大戦に。さあどこで崩れる、ゲージもあるかね。ロケで崩れて勝ったのはポッポサンバライジ、ブロック、抜けおめでとうございます。さあ B ブロックのThe wheel of fate is turning. Rebel 1. Action. Rebel 2. Action. The will of fate is turning. Rebel 1. Action.
2アクション。どうだ、どうだ、カウンター The will of fate is turning. Rebel 1. Action. Ball. Put that ball. Counter. You don't take the ball. Ball. Counter. You don't take the ball. Hit my ball. 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 Counter. Ball.なんどうだ、油断さえボールカウンター、あなたでボールカウンター、カウンター、あなたボール甘い甘い、こうアイリーとこう、どうだ、ボール、カウンター、カウンター、ボール、カウンター、そこだ、カウンター、ボール、ボール、油断対抗、ボール、カウンター、ボール、カウンター、Rebel 2 Action ボール、カウンター、カウンター、ボール、カウンター、そこだ、ボール、カウンター、油断大甘い、ボール、そこだ、そこだ、
勝。まだやり。レベル3アクション。ボルフ。ボルフ。カウンター油断たくない。行こう。The will of fate is turning. Rebel one. Action. Rebel 2, action! The will of fate is turning. Rebel 1. Action! Counter!
Rebel 2 Action! Counter! Counter! Rebel 3 Action! The wheel of fate is turning. Rebel 1, action! Rebel 2 Action! Rebel 3 Action! Counter!
The will of fate is turning. Rebel 1. Action! Rebel 3, action! Counter! BBC S2 バージョン 1.11 シングルトーナメント始めていきたいと思います。盛り上がっていきましょう。はい、お願いします。はい、スタートボタン押していいよ。はい、はい、行きましょう。本日は東北仙台ですね。宮城県は仙台より遠征勢3人参っております。というわけで、一発目からこのカード 2P 側
東北勢銀のバング、対するワンピー側グモのアラグネ、さあ先日の試合動画をアップした時にコメントでエキサンダイナリーエキサン小なり掃除長小なり不毛みたいな感じの煽りコメントを書かれていたグモさんですが、さあ遠征勢 VS アラクネとなると、アラクネ戦を日頃やっているのかという疑問が出てきますね。なかなかやはり数が少ないこのキャラ、アラクネ対策できているのでしょうか。しかし相手でもバング、立川っていう街はバングがいないことで有名ですので、お互い多分やったことないですね、このカードはね。しかしマズラークイーンがスタート、画面端崩れてしまった。ダイブで反対側に裏回って6C3 段から DMC、 これはどうだ、インバース、インバース足りるか、足りてしまった。一本制作雲の荒くね、人間とは何、2本目固めて飛ばしかけをしてる、ダック投げ通ってダイブ、レディダラ、今ちょっとボキッとしたがしっかり受け取っている。距離を詰めるが切り剥ぎます、着地のスライムに狙いとがここにランジャムでかしてる、そして空気の着地ポーズグリージャンに当たってしまった、楽にスタート出し中段と争うが、その後もめくり取ってバータイコンボでしょうか、ちょっと失敗してしまったようだが、いやランク崩れ、その後のディオシャー当たらない中段しっかりかわしている。ジャンビーかけっこなし、1つ目のバーストマン使っていくが、タイルウェイドアップ右、ジャンビーかわしを取っていやで崩れる、最後のバースト使うがこの状況はさすがに自力か、にしラッキャンキャンで1本で勝利したのはクヨモノアラグネ、B 筐体加工。はい、次行きましょう。 1P 側ノーカードですが、クモのアラクネ、 2P 側ハネライチ、こちらはいつもの組み合わせって感じですね。まずジャンシーカウンター、画面端に追いやって、今回のライチのジャンシーカウンター、確かに中央でリターン取らなくなったんですが、まあ今回の性能だったら画面端にいきなり持っていくってことは十分リターンって言えるんじゃないかなという気がしますね。ドサクサリッチが入れ替わって、ジャンディーカブシはバリッチョプレー回避、この辺はしっかりお手本通りのキャラ対応を見せていくわ。切り取ってヒラメル発生したところにガンダッシュを突っ込んで、ダメ足が近いぞ、しかし一通に対してはあるから楽園ゲージのためにいったところ、リバサ投げが飛び出しましたね、流行りなんですから最近。さあ通常投げインバースからの楽園、楽園ゲージはたっぷり溜まってるが、ここで補正を切りに行く、どうするしのげがしのげるはずがなかった、ジャンシー中段取って一本選手は不毛荒くね、2本目これはバックジャンプバリア仕込みみたいな感じのを読んでですね、大体空投げの抜け率が非常に高い人っていうのは空対空で競り合った瞬間にバリアで投げ抜け仕込んでる人が多いから、地上のコパン投げより空中のコパン投げの方が取りやすかったりしますね。読んで言う、今の立ち絵は潰せた時にあれって言ったから多分潰せたはずなんでしょうね。 6A6A 使って中へコンボ返っていく、そして大車輪中段ガード中段ガード中段ガード、最後の中段飛んでる、位置が入れ替わってしまって B 筐体が終了している。 B 筐体はタコ少なかった、無限決められた倍率ドン、タコス対流星がタコスの勝利と。じゃあめまいたいまさし、めまいたいまさし、まあこれもいつものなんで B 筐体で失礼します。さあね、どうだい最終ラウンド、お互いバースト1-1
いつもやってる組み合わせ、当然人読みがすごい混じってくる。そこから最終ラウンド、まず三振カウンター、画面端、膝が届かないところに落ち込んで、つわめの戻りが取る、押しているのは羽ゲランが通り、まだ取る、なんだ今のジャンビで巡ってる。しかしここは金馬のヒット、しっかり出してリーチを入れ替えてハーシコン決めていく、ダメージを奪っていくか。羽根ラチバーストがなく、ラフィンゲージがちょっと気になるところ、ギャン、その後つながらないが中段ヒットして三軒逆に出して最後のバーストグモン使っていく、タイウィルアットビン羽根ラチ、しかしラフィンがつけば分かんないのはこのキャラ、通してしまった、見えにしいから楽園がスタート、押せえ切り、ここは前転、前転で安く済ませるっていう感じですね。そして3回目カウンターサルト、ラッキャしてチラン通るが、これはどうだ、頑張りや頑張りや、いっぱい奥投げで止まれる、その後のコーナーにしてしまう、分からないぞ、ジャンシンめくり当たるが、チュランガードしている、勝利したら曇るくね。さて準決勝第1試合、 1P が雲のアラグネ、 2P がタコスのハグメン、アラクネ VS ハグメンいきましょう。さて、まあ、まずはこのように着地にゲランをしっかり合わせてバックステップ、これは読んでいたっていうか早速なんでしょう、上りジャンプで入れっぱをとがめながらバックステップしてたら下りのライダーキックが当たるって感じかな。しかしラクインゲージは順調に溜まっていく、霧を吐いてジャンディを当てて戻ってきた、表のジャンビー、これはきついだろう、めくりだよ、食らってしまった、しかし1個も見せてゲランゲランゲラン、中段が何かにカウンター 2D かな、まあ普通に考えれば、で 6A シンバース、これはさすがに知りますね、一本戦車部門 Without 2 Action、ジャンビ対ジャンビは上からかぶした分荒くるのが有利だったが、かっくかっく、 6A はサギガード、当然どうせかっくだろっつって当て身をこすった時用のフルコンとかどうせ考えてるんでね、この男ね、さすがにこのレベルになるとあまり気軽に当て身をこすれない、今のは何が起きたし、そしてこれは最悪のバーストの使い方、ブレイブル稼働当初からある一番げんなりするバーストの使い方ですね。そして楽園からコンボが始まってしんどいぞ、ミディの2段目厚みにとって楽園ゲージ少しでも試させないようにする、ここでなんとか切り返して運び込む、もうしっかり出そう、ダメ橋ホタル、今のは運がないか、斬新一段取り出し一発投げるが、西ランキャンしたところにバースト通った、ゲランしっかりガードしている、これは前奇襲で潜ってから通常投げ 6C から今のはバーストよりってか、バータイコンボが遅すぎて繋がらなかった。繋がらない。おー、悔しいぞ。さあ、どうせ。何が出なかったの？雪風。決勝戦行きましょう。今、トーナメント用紙の隣には、攻撃09ファイナル優勝ふもと準優勝客の勝者がちょうど貼ってありますね。では行きましょう、ブレイブルーゼに同じような対決、 1P がクモナーラグネ、 2P 側、初心者おじさん、どうせだったら CT のなんかステージとか選んでほしかったが、決勝は
これこれか、決勝このステージか。うますぎるでしょ。ちょっとスペアリング入れ直して、うますぎる、そして減りすぎる、そして状況が悪すぎる前提。ここはクラリングで成功。うますぎる、熱波は許さない。体力リードは圧倒的に 2P 側初心のおじさん。ゲランからカウンターアタック一本選手は逆、違う、初心者おじさん。CT 取りで本戦勝利したら、くも CT のリベンジマッチ。ボランティアは鳥で対空、対空っていうか対空の字が違うけど、鳥の対空時間でやり過ごして、そして画面端さあ、ラケンスタート。今度はクモのターン。まあ見えないよね、見えるは見えません、見えないもん見えません本当。はい、まあこれはさすがにあの同期でも死にますね。最終ラウンド、お互いバーストマックス。1、2ラウンド目は共に一方的な展開でした。さあ最終ラウンド、まずは次がヒット、タッチワン暴れていく。西平野でラッキングゲージを回収して、ステップしたところ 2D 置いてある。ゲランで崩れてから細木の西、ここは合わせからバーストで切り返す。ブレイブルーといえばやはりこの2点でしょう。じゃあ西も当然のように我慢している。しかし客側も虫をしっかり姉さんにフォローしてる。ダッチータイプでヒット、フェイタルだぞ。ゲージも溜まった。 F マルジュリラークイーンがスタート。ここしのげるか。ダイブはしっかりリバーチでかわして、姉さんが働いてる、姉さんが働いてる。カウンターされると遅すぎて何のモーションか一応分かんなかったけど、ここで呼んでヒット。1個目のバーストを吐いていく。これお互いバースト1-1。取り対空車輪、ゲージは溜まっていないが、たくさん崩れて西から左ルベがヒット。まだ楽には至らないが、体力の上下的には非常に辛い。ステップに出して2が当たる。そして次最悪のパターン、しかし弾み込みが成功。隙間を置くとシングルに虫が飛んでくるが、緑投げからキャンセル、ゲネラルバーゼ。じゃあ西当たらず、これは辛い。最後は虫がヒット。今日の優勝クモアラくんです、おめでとうございます。さあ1回戦ですね、アキラフモゴロウのブルレボチーム対アッセンのユートパタママンチームです、ね、菅さんですね。そして我々立川八君はまさかのチームメイトにボコボコにされてた。チームメイトが強くてよかったね。いや幸せでよかったね。チームメイトの対策なんて常にいいよ。まあ、よかったね。するとして、まあ、うちのチームの荒くれさんと、あ、ラムダさんと誰が分かってんのかっつって出してきたまさかの荒くれ。そうですね。ヘイが、まこと荒くれで、ラムダさんと、
がどうしよう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 、あらくねが何もわからない、すごいじゃん。あーここでさあ、中堅出てきたのは、佐々木元ユーとカオカがですね、アラクネにはまあ、カオカカオですが、アラクネをぶつけるよりは、やっぱりカオカカ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 さあ大技の応酬が割と強気に勝ち方勝ち方がやっぱやらないとはきついでしょうね。いや2人とも殺してやるぜという確固たる意志が見れてますね。さあアスカセここでアラクネがラッキーに乗って決めて、これは魔王坂の体力だと、まあ、終わりましたね。500ラストが既に荒木での この火力にはとこのことない。レベル2アクション。荒木での攻撃が続いていく、そしてここでベロが続いている。カウント、これだまたね、カウント、カウント、攻めていく。次はアラクネだな。ここでグリーンとタオカが寄り戻して出して落ちて、さあここがしかしまあもう一発それはしかしバックバックバからグリーンがめっちゃ落ちてあれ4分の3だ。タオカか恐ろしい子だわ。タオカかこういうタオカかどうしてきた。体力状況的にはゴーグで割とどっこいな感じ。さあここでラテロン立ち通って、最後バトル使ったきた。ここでタオカが鏡からしてコンボしだしてくる。そこからバトル着いたよ。ラッキースタート、こうなるガーバイチ。いやーこれ程よく、あっほんと青い、いやコンボ練習してきたんでねと言う、まあでもこれ言ったらゴロさんなんですから。さあ先に大将を引っ張り出されたのはキャリーパタパタのラグナ。キャリーパタパタやばいやばいです。さっき正義選択があったんですけど、ブレード補選でも正義でなんか予選でもそうだったんですけど、割かし家に決めてないみたいなやつがあったんですけど、だけ落としてていうか反り落ちがしてるような、例えばラグナとかゴロそういうキャラだと思うんですけど、そういうやりづらくなるっていうのはどうしようもない。そういうね、落としていいんじゃないかっていうのが知ってる間に知ってる間にキャリーパタパタからものすごい勢いで打ち取れるカップネをここにしていく。待てよ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、微妙な距離感での危険性合戦が進む。キャリーの中に戻した。さあキャリーパタパタパーフェクトで一本でしょ。なんか雑談してるうちにいい感じの立ち回りをしてたみたいです。キャリーの中に戻した。ジャパニーズが言えなかったんではない。なんかスキーショット日本中にはないことです。そんな言ってるうちにね、やっと今度はキャリーパタパタが悪じゃん、悪じゃん。俺もその昔勝利とかをやるんだよって言ってて帰ったんですけど、まあそうですね、違ったら相手は見れるから、ね、
や、それいい勝負だよ。さすがにやっぱり敵同士ってもね、いいプレイが出た時は褒めたたえる。そんなにそういうものですよ。なんでこれめっちゃ分かんないけど、ここでラグナが C を、そしてラッキャングラコンボスおっと、これがまあ、バーッと使ったら、ラッキャしてね、ストーリーの銀シャリン。まあ、気持ちは、あの、あそこでバースト使うのは個人的に気持ちは分かるんですけど、ね、どうしても勝ちたくなったのかバーストが、まあ、勝ちたくなってる人が多い、ね、最後も大事ですよ、勝たないとね、とりあえずやってらんないで、おっと、ここはぶっ飛ばしが、おっと、なんかものすげえ高速の塊をさらけ出したか、カウントさあ、ラングをおっと、今日は何を、大Rebel One, action! どうだ？スイッチ、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 どうだ？スイッチ、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 Counter!
The will of fate is turning. Rebel one. Action. こんなのどうだ。どうする。どうする。弱い。イグマ弱い。面白い。イグマ弱い。弱い。決策だ。カウンター。弱い。カウンター。どうする。イグマバルラント。バルテュード。イカイさあイカイドレイドはない。イモッこんなのは。イカイ。決策。楽しい。決策。カウンター。バルラント。バルテュース。どうして私はいつでも。こんなのはどうだ。バルラント。これは傑作だ。傑作。Rebel 2 Action。イグニバルト。バルテウス。イカイト。どうバルラント。どうさあ見せて。いいか弱い。どうイグニバルロイヤル。面白い。カウンター。イグニ。弱い。さあ、ミスター、痛い。弱い。これは。イグマ、バルラント、バルテュース。挑むのはない。バルテュース。どうする、どうする。イグマ、バルラント、バルテュース。弱い。バルラント、バルテュース。バルラント。弱い。レベル。一体、イグニット。こんなのはどうだ。さあ、たっ。Rebel 3 Action! イグニバルラント、バルテュース。イグニバルラント、バルラント、バルラント、バルラント。イグニバルラント、バルテュース。どうぞ。バルラント。これは出直し。その手面白い。これは楽しい。楽しい。弱い。バルラント、バルテュース。どう挑むのがない。いい顔だ。イグニト。未熟か。貴様。The will of fate is turning. Rebel one. Action.
The will of fate is turning. Rebel one, action. Counter. Rebel 2, action! Rebel 3, action! Kaito! Shoryuken Daiho! Wani! The will of fate is turning. Rebel one, action. City.
副装副装は不毛楽で攻撃神秘覇者大スラ流星リベル1アクションなんですよ、ね、これはやってるリボンでいくぞ明らかに明らかに、まあ、流星君の方がやっているかなというふうには思いますがメタお願いメタ不毛さん全部メタが結構強いんですよね彼はなんだこれもうこうやってこうやって試合は終わっていくのですこれがラクルスんだあかんねこれ相当ダーティーなダーティーなあのこのゲームで一番グラグラな部分が見えたんじゃないでしょうかね、ここはワープで逃げてボランチを置いておくことで初めてここでまた40つけて暴れは刈り取っていくさあここは受けるもらうよドライブ姉ちゃん惜しいですよ行きましょう
もうすぐありますね。めくっていく。ヒヤヒヤしているのはどちらかというと流星か。ブリオを連発して、とにかく上からしかゴレンは知ってるんだと不安ばかりだが、ここで投げビーム、これはありませんでした。しかも投げの補正は通常投げよりも緩いんですよ、アガーキャンの投げの補正は。あ、そうなんですね。はい、同じ見た目なんですけど、なんで、あの投げよりもはるかに引っ張ってあります、今度は。ミラクルで来てました、ね、一層つけてきた。あーっと、ガーキャンを呼んで、後ろステップ勝ったのは、2P チームギャラリー。レベル1、アクション。人間とは何？人間とは何？レベル2、アクション。さあ、このカウンター、サークルカウンターできる。バトを絞らせない、しばらくのこの動き。カウンター、一瞬対空から、ピッチに人間まで広げて、ピッチに持っていく。コンボカウンターが非常に速い。人間の動きで、カウンター、人間の力の防衛。レベル1さんは最近になってツイート始めたんですが、さあ周りが危惧しているのとは裏腹にツイッターにと一つを持ってきたことをしているということで、さあこれからもバリのこの一度を温かく見守っていきたいと思いますが、ここで第1球は両方でバナリティトリガー発射や空も、さあこの時の最初やはり思い出されるのがブルーレの川越を過ぎて、あの曲で何も知らないとまた我々ですが、今回はパーツを使わせた上で続いて始めましたが、しっかりターンを握っている。ここはしっかり引っ張り直して、この攻めは中間ガードしたものだと狙ってしっかり崩して、いかめやすいここはガーキャンドにカウンターだ。彼の得意技が炸裂して、まずは1本取り出す。レベル2、アクション。
立ちから踏み出すか。最初の雲の荒くねはプラチナと狭間を倒せなければいけないが、先日のコロナ予選でも地獄のリーグ戦3周というあの光景を戦い抜いた男、これは今のところプラチナのペースだが、うまくバリアにしのいで、マミさんの中段中段もしのいで、バリアコースをしている脱出、あいつらがバッツとか残りが3個までバッツが来ますが、まずはラッキースタート、大きくなっている、これは美味しい。さあ、ワン、ツー、スリーと、さらにゲージを回収しながら次の攻めはバットで切り返す、使った、この勝負この運動を決めに行く、さあカウンターされたが空振ってしまった、リンチをかけていく岸田のプラシナ、さあ中段はしっかり立って、相手の対空の窓をずらしながら激に追いかぶせていく、
耐久しづらい。引きずり込んで、あと少し、あと少し、楽園が始まらない。次だ、スタート。しかも相手はフライパン。次の風カウンターサルドをガボしてチャンシー。これはさすがに痛い。インバース、そしてもう一度インバース。さあ一歩奪い返す粘る部門。さあ詰め決める。これはいい流れだ。身置きを通していく。バットの空振って、これはちょっと怪しい。よく見ガード、スワローからの近すぎない。あと 10% ぐらいで楽園が始まる。さっきと同じような状態だが、フレーズ切りを吸い込ませたい。当たれ、当たった。さあここから水はバットをうまくしのぎながら、なんとバットの空に対してバック突きで下がりながら虫をぶつけていくが、最後のバットが邪魔をして削り切れなかった。ゴシー置いている。さすがにマジバーストはつかなかった。虫ヒット、これはバースト使ってマミスターキュラー対空の虫が出て、これは決まるか。決まった。さあ踏まなくて、ここで踏ん張る。大将対大将はレジェンドの狭間対ひもなるくで、本日の統一予選も毎回大将で出てきては無敗で勝ち上がってる謎の男レジェンド狭間、まあ、その正体はね、あのうどんっていう狭間の人なんですけどね。さあこの3人目、うどん狭間が荒くねに対してどういう動きを見せるか。さあ大将、大将戦。いやーここで打者のヒット、日本気上がりを通していく。かぶせかぶせかぶせ、グーナグー、楽天スタート。チャンシーヒット、なんでお前が暴れている。じゃあここで次からバーストを使ってここで殺しに行く。ゲームスの下りが当たって犬はこれはどうする。タイムを奪った。ゲームスはキープ。さあ取り消そうって、あと一息、あと一息だけど油断は禁物、油断は禁物だぞ。うおー、いい判断。お互いにいろいろあったけど、しっかり投げも外して飛んで、ラッピーが始まった。虫ヒット。さあここでリーチを投げていく。踏み合わなくて、やはりこのチーム勝負強い。ロケットウル。さあ刻んでいくが、とにかくうまく、おっと竜くぐって冷静な不毛荒くで、ガショウが裏当て、だがしかしザンゲーガが空振ったのフォローが通る。
ゲージで打てゲージ回収次の方、リーザ通ると殴れ通るとやぶしまるがグー投げこれはエグナルジーでまずはカウンターで1回出したいかまたもジャンプにヒットしっかり逃がさないファーストを使っていくあ極限のぜこれはこれはさすがに厳しい決まったか決まったさあ不毛アラクで勝負強いこれが CT ハザーの力かそれともジャックサンタでなるかいきましょう先方対操戦ラグナ VS アラクネまずはジャンプ右はしっかりギリギリガロ6人もジャンプバリアガロ張っている逃げ逃げゆったん固めて固めてこれでダッシュに対して深く刺し防衛で止めていく荒手のバックステップは全体が長いちょっと特殊なバックステップなので読んだら相手側は走り込みますからねそこに対して技を止めるという読み合いに注目していただきたいここでジャンビー取って楽園ゲージが溜まっていくぞギリをまとって6人置いてジャンディーが引っかかっちまったさあ楽園スタートが目指し6人3ラン決めて落として補正を切って裏と言っていいか表と言っていいかとにかくジャージがいった日本戦車雲荒くねプレダウト2アクション2本目は鳥ジャメジャメこれは打ちしまったヘルズ追加で画面端これは特殊で次でスナビゴリー空振りやはりあの技を絡めてしまうと一気に試合の流れが変わってしまうぞ三振フェルトがめやしニエニエニエディレイニエパレスガロパレスガロしかし反撃の声は届かないがその後のジャンキャンゆったん見逃さないゆったラグナが一方的にダメージを取っているパレスガロ緑投げを抜けているアラクネはあるぞこのキャラはぐった殺しきれるか最後はリエから投げしこみを潰していくワンピーチームリーチファーストオドガイマックスまずジャンミのデビル同士ゆったがダメージを取っていくジャンミがかかるがこれはちょっと距離が遠いが AC6 リでとりあえずジャンミキリはしかとして突っ込んでいったがこれはファーストはまだあるタルコまだあるがアラクネのこの楽園これシャリに対して確定のバーストを吐いていく言ったが虫をさばいて虫をさばいてここで楽園終了お見事ゴーシー空振りハーレスが揃ったリバイラーから行動して奥攻めは右へ右ラッピってセットスタイルゴーシージャンゲに出してバーストお互いこれでバースト11バックステップがリバーダッシュ対空呼んでいる雲は楽であともないダッシュリバイラー止めるかザミットシャッフィングリクズザミスタリーミドルが抜けるキリを吐いてキラノを出してよく対空裏に当たったチーリーインフェルノリバイラーユッタサンタテ抱き合ってるチームメイトお見事 D ブロック代表は